西東京ラーメンクラブ。どうでした？一生懸命いつもらだ。はい、ということでですね、はい、どこですか、まずこちらね、はい、壁をね、見ていただければ分かると思うんですけど、新宿にね、そうなんですよ、アパホテルの建物天下一品さん知ってますよ。いや、もう言わずと知れた大名店、羊ラーメンの代名詞と言いましょうか、はい、そうなんですよ。以前ラーメンクラブから一度ね、はい、紹介したことがありますけども、そんなね、はい、天下一品さん、なんと、はい、味噌ラーメン、9月21日から、ね、お提供されてるそう。味噌ラーメン、そう、なんか想像できないわかんないよ ね, ね、もうあそこはもうさ、はい、本当にこってりラーメン、あっさりラーメンってこの2つの、ね、王道の2択ですよね。メニューで、まあ、勝負した店だけど、そんな店がその味にね、慣れ親しんできた頃に、はい、新しい味を出してきたということで、はい、じゃあ、まあね、はい、早速そうだね、行きましょうか、行きましょう、レッツゴー西東京ラーメンクラブ。はい、ということで天下一品歌舞伎町店さんにね、お邪魔してるわけなんですけども、うん、ね、本当に2階もあって広々とした店内ですよ ね, ね、やっぱね、東京の店主といえばここを思い浮かべる人がね、多いんじゃないでしょうか。広いからね。で、9月21日から始まったこちらの味噌ラーメンをですね、うん、3人ともオーダーしたわけなんですけども、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。いや、もうね、ビジュアルからしても完璧と言いたいところで、ね、トッピングも最強でね、早速着丼したんですけども、ね、まずね、着丼した瞬間から香る味噌の香ばしい香り、いや、めちゃめちゃいい香りですよ ね, でね、あとトッピングのこのひき肉ともやしっていうところでね、完璧ですよね。やっぱりこの味噌ラーメンらしさをね、まあ、天下一品さんですけども出しているて、ね、本当に香りが光って、なんかジンバブエ産の味噌豆でしたっけ、うん、北海道産の赤味噌な、うん、あと、まあ愛知県のね、あ、豆味噌です。そう、豆味噌、うん、ご存知で、そう、豆味噌の香りがものすごいですよね。で、まずね、こんな感じで矢島くんが、まあ、うん、スープ飲んでるわけですけども、箸逆に持ってるところがまたいいんですよね確かにこの普段のね、天下一品さんのスープにそちらのね、あの味噌をブレンドしてるということで、そう、こってり感がやばいよね。そう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 、まあ普段の天一に比べたら若干、うん、そう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 、さらっとした印象もあるけども、マイルドになってる感じですよね、うん、めちゃめちゃうまいですね、うん、でね、麺なんですけども、はい、麺はね、いつもの天下一品さんの麺ということで、はい、こちらも非常にね、あの柔らかくて、ね、どんどんすすれますよね、すすりごたえのある小麦麺って感じがして、はい、うん、もう天下一品好きなら ね, ね、やっぱりこの味噌もめちゃめちゃうまいんじゃないでしょうか。そうなんですよ、天一といえばの麺でしたね。やっぱね、天一ってさ、あのノーマルのラーメンもそうだけどさ、めちゃめちゃ熱いじゃないですか、ね、うん、熱いね、激熱で、うん、やっぱね、こんな感じで、なんつうの、険しい顔しながら、そうだね、まあどんどん麺をね、すすっていくんですけども、これがまたね、熱い時に熱いもんですから。いや、うん、聞いたことあるセリフいや、本当にね、やっぱこの鈴木くんのね、見てわかるんですけども、この天一のマークをこっちに見せてくれるっていう配慮がね、たまらないですね、うん、でね、もちろん磯丸くんも味噌ラーメンをね、オーダーして食べてるわけですけども、うん、どうでした、味噌ラーメン好きの磯丸くんとして。うまい、お決まった、それぐらいね、超えるぐらいうまかったということで、いや、間違いないね、これはもうリピート確定じゃないですか、うん、でね、やっぱり味噌ラーメンがね、うん、始まったばっかということで、ね、店内ね、どこ見ても味噌ラーメンばっか食って、ね、びっくりした。そう、やっぱり出たばっかってこともあってね、大注目ですから ね,、うん、ね、このラーメンの一大ニュースといっても過言ではない、ね、注目度の、うん、こちらね、天下一品さんの味噌ラーメンですけども、もう箸はね、全く止まらずに、いや、止まらないだろう。で、この麺をね、リフトアップしたと同時に、うん、あのひき肉とかもやしも一緒にね、いやね、持ち上がってきて、麺と一緒に絡んでいきますよね。やっぱりこの天下一品さんのラーメンってね、はい、他では例えられないというか、確かにね、唯一無二ですよね。そう、いや、もうね、やっぱり中毒性がある、いやね、いただけますよ、本当に。いや、そんな険しい顔なるわ、間違いねえわ、うん。で、天下一品さんといえばね、うん、豊富な卓上の調味料、いや、すごい、何でもあるよね。そう、味変アイテムが豊富なわけですけども、うん、はい、今回もですね、もちろんあのからし味噌をですね、ちょっと入れてみたんですけども、ね、定番ですよね。そう、あの普通の普段のラーメンだけじゃなくて、うん、味噌ラーメンにもね、めちゃめちゃ合いますね。合うんですね、いや、すごい、よりスパイシーなね、味が交わって非常に美味しかったです。うまかった、はい、こんな感じでね、3人秒で完食してしまいました。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。はい、いやー、美味しかったですね。レベル高いですね。ちょっとデリのさ、はい、まあ、鶏出汁とか野菜が効いたって、あのね、あの味ですよね。なんかその鮮魚ちゃんからさ、はい、食ったじゃん。確かに確かに、そう、ね、全然違かったね。若干そのね、天一さんとかの家庭ってあるんですけど、ね、俺前なんかの動画で味噌ラーメン好きって言った気がするんだけど、チェンチェンとは思えない美味しさだった。おー、いや、レベル高い、本当にあんなレベル高いんだって思った。そう、そう、ひき肉、具材がね、めっちゃ入ってる。ひき肉良かったね。そういうとこで食べてた味噌ラーメンが好き、うん、食べてた出してますよね。非常にレベル高い味噌ラーメン専門店みたいな。そうなんだよね、うまかった。じゃあ2杯目ちょっと質問なんですけど、行きましょう。はい、どちらかね、こちらの味噌ラーメンで、はい、
風が、ほんと今ホットな一杯なんで、このね、寒い冬こそね、そうね、温かい味噌ラーメン食べてね、温まるといいんじゃないかなと。ありがとうございました。